ロビー・キーン、ロビー・キーンこと、ロバート・デイビッド・キーン、ロバート・デビッド、ロビー・ケアネ、1980年7月8日大は、アイルランド共和国ダブリン出身の元サッカー選手。ポジションはフォワード。アイルランド代表の最多出場記録、最多得点記録を持つ。ちなみに、キーノという愛称、性ともに、ロイ・キーンと同じだが、血縁関係は全くない。 1997年に、ウルバーハンプトン・ワンダラーズ FC の下部組織でキャリアをスタート。コベントリーして FC で頭角を表し、2000年8月1日に、インテル・ミラノに移籍。しかし、イタリアのサッカーには馴染めず、カップ戦で1ゴールを挙げたのみ半年で、イングランドに戻り、2000年12月31日に、リーズ・ユナイテッド・ AFC に、レンタル移籍。 当時全盛期にあったリーズの中では出場機会をつかむと復調を果たした。2001年8月1日に完全一席。2002年のワールドカップでの活躍後、8月31日にトッテナムホットスパー FC に移籍。移籍当初は全く手が合わないフレデリック・カヌーテやテディ、シェリンガムとのコンビネーションに屈し、放出は時間の問題かと思われたが、放出されたのは カヌーテやシェディンガムであった。その後も二度、ジャーメインデフォーなど決して相性が良いとは言えない、ストライカーたちと併用されつも、着実に結果を出し、2006から07シーズンからは、副賞として、キングが出ていない試合では、キャプテンマークを巻いている。トットナム移籍後は、ターンオーバー制による、出場機会の限界に加えて、好不調の波はありつつも、シーズン終了時には、 リーグ戦とカップ戦合わせて10点台中盤から後半の得点を上げている。また2006から07シーズンは合計22得点とデビュー以来最高の成績を残した。2007から08シーズンはディミタール・ベルバトフと共に先発の位置を完全に手中に収めたため、同じタイプのライバルであったデフォーは2008年1月31日に ポーツマス FC への移籍を余儀なくされた。2007年12月26日のフラム FC 戦にて、プレミアリーグ通算100ゴールを記録。2008年7月28日、少年時代からの憧れであったリバプール FC に移籍金1900万ポンド前後で移籍。背番号は7。しかしリバプール移籍後は目立った活躍ができず、2009年2月1日の2、 トッテナムへと復帰した。リバプール在籍はわずか半年余りだった。一石金は1500万ポンド前後と推測されている。スパーズ復帰直後に、ハリー・レドナップ監督から首相に指名される。2009から10シーズンは、シーズン序盤こそ、デフォートの2トップで、スタメン出場バーンディー戦で4得点するなどしていたが、以後はパフォーマンスも上がらず、レドナップ監督のファーストチョイスが、 レォーとピーター・クラウチの2トップにシフトし、スタメンでの出場機会を失っていった。1月には、放出が予想されていたロマン・パブリュチェンコと、チームが再契約。さらには、AS、モナコから、エイドルック・ジョンセンのレンタル遺跡での加入も決まると、スタメン出場を保証することができなくなった。レドナップ監督も容認し、コンスタントな出場を求め2010年2月1日に、 セルティック FC へのレンタル移籍が決まった。契約期間は半年間。合流直後の2月2日のキルマーノック FC とのアウェー戦でスタメンデビューを果たすと、続く7日のダンファー・ムリーン・アスレティック FC とのスコティッシュカップ5回戦で PK を決め、移籍後初得点をマークした。その後もコンスタントにゴールを重ね、リーグ戦で12得点、16試合をマークしたが、 シーズン終了後取ってナムへ復帰した。しかし復帰後もなかなか出場機会を得られず2011年1月31日に当時最下位に低迷していたウエストハムユナイテッド FC にレンタルされる。デビュー戦のブラックプール FC 戦で2点目となる得点をし1から3でチームの勝利に貢献した。しかしチームの降格は食い止められず。 自身も9試合の出場で2得点と不完全燃焼に終わった。2011年8月16日、350万ポンドでロサンゼルスギャラクシーに移籍。2012年1月11日にアストンビラ FC にレンタル移籍。2017年8月4日、テディ・シェリンガムが監督を務めるインディアンスーパーリーグのアッテックに移籍した。 2018年11月28日、現役引退を表明した。1998年3月25日の対、チェコ戦で、史上最年少記録の17歳で、アイルランド A 代表デビュー。1999年にワールドユース選手権に出場。2002年日韓 W 杯では3得点を挙げ、アイルランド代表のベスト16入りに貢献した。特に、 グループリーグでのドイツ戦では、ロスタイムに同点弾を決め、強烈な印象を残した、この時のドイツゴールーパーは、大会 MVP に輝いたオリバー・カーン。2006年には代表引退したケニー・カニンガムから、アイルランド代表の首相を引き継いだ。現在代表の最多得点記録保持者である。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。